マイズル橋は、大分県大分市の大分川に架かる橋である。国道197号の一部を構成する。橋の名称は、下橋地点の大分川左岸の地名から取られている。現在の国道197号は、1876年に大分と佐賀の関の間が、愛媛街道として開通。この時、大分川には、現在のマイズル橋のやや上流に、 木造の鶴橋が架けられた。この橋は地域の名所となり、舞鶴橋という愛称で呼ばれた。1953年6月26日には、梅雨前線による西日本水害で舞鶴橋及び鶴羽橋が流出、右岸の多い多市鶴地区が孤立した。同地区には約500世帯の住家があり、また高等学校2校、中学校1校もあったため、 大分川の葉川の裏川に木造の仮設橋である下塚橋をかけて滝の尾橋経由で大分市内への交通を復旧した。舞鶴橋の新橋は鉄筋コンクリート橋で1954年10月6日に竣工当初の計画では幅9メートルだったが、当時の大分市長上田穂が建設省に直談判して、 幅15メートルにさせたという1975年には国道197号の交通量が増加しこの橋が渋滞のネックとなっていたため幅を15メートルから20メートルに拡幅し車道が2車線から4車線に増やされた。ありがとうございます。